いい焼き色です。匂いいんだよね、やっぱ。肉海山脈、食べ応えある。皆さんこんにちは、シトアナンです。さわやかってご存知ですか？静岡県にある超有名なハンバーグ屋さんなんですけども、普通に1時間以上待つのはザラなんだとか。どんなものか食べてみたい。まずは雰囲気だけ味わって予習しておこうということで、今回は何個でも食べられちゃうさわやか風げんこつハンバーグを作ろうと思います。玉ねぎをすりおろします。お気づきでしょうか、新しいおろし金を買いました。今までは100円ショップのやつ使ってたんですけど、プラスチックだから甘いのよね、すりおろしが。これはね、ガンガンすれるね。素晴らしいです。はのちゃんのお家のさ、調理器具100均のもの多いんですよ。ちゃんと揃えると高いじゃない。やっぱり100円ショップになっちゃうのよ。最近の100均はさ、よくできてるからさ、なかなかへたれないというか、引退しないんだよね。それを証拠に私、100均のマグカップもう4年近く使ってるんだけどさ、そう、壊れないんだよね。すりおろした玉ねぎに、お砂糖、醤油、チューブニンニク、リンゴジュース。一応、さわやか警察がいるかもしれないんで言っておきますが、あくまでも今回は、さわやか風です。完全再現ではございません。ソースの量は多いなと思ったかもしれないけど、今回は動画用に3、4人分で作っています。一人用で作るんだったら半分か4分の1の量でいいと思います。ただこのソースめちゃくちゃ美味しいんで、いっぱい作ってお肉焼いてつけて食べても十分美味しいと思います。エリンギをスライスします。さわやかさんのハンバーグにはエリンギ入ってないので、アノが好きだから選びました。キノコって美味しいよね。みんなはさ、ステーキの脇役、何が一番嬉しい？人参、コーン、ブロッコリー、じゃがいも、インゲンとかさ、乗ってるよね。あと、アノは嫌いだけどミックスベジタブルのところもありますけど、ちなみにアノはやっぱりじゃがいもとブロッコリーが一番好きかな。ひき肉にお塩、胡椒、ナツメグ、こねます。パン粉も卵も牛乳も入れません。つなぎなし、牛 100% のハンバーグ。まあ、これはね、さわやかさんと同じですね。すんごい冷たい。はぁ、冷たい冷たい。すごく冷たいです。これちなみにだけど、ハンバーグ作る人によっては氷水を張ったボウルとかでこねる人もいるらしくって、ひき肉の中の油が溶けちゃって柔らかくなると成形しにくくなるらしいの。で、これただこねるだけではなくて、しっかりね、粘りが出るまでやってください。ちょっと粘りって思うかもしれないけど、お塩入れるだけでもひき肉ってね、めちゃくちゃ粘り出るんですよ。しっかりこねてください。空気を抜いて、成形します。しっかり空気抜いてください。おすすめは、10回以上かな。今回は結構お肉が大きいので、しっかりめに抜いてください。じゃないと爆発するぜ。なんかすごい可愛くできた。冷凍ブロッコリーをこのまま、あー！焼きます。冷凍ブロッコリーをこのまま焼きます。レンチンしたり茹でたりしないのと思ったそこのあなた、実はですね、これね、アノンがゲスト出演したガリベンガー V っていう番組の YouTube 版の方で、冷凍食品マイスターの方が竹村先生って方なんですけど、教えてくださった冷凍ブロッコリーの一番美味しい食べ方らしいです。油も引かないし、お水も入れないし、蓋もしない。ただ焼くのが美味しいらしいです。いっぱい煙が出ててさ、科学実験してるみたいで楽しいね。もう焼けました。ちょっとさ、焼き目ついてるのも美味しそうだし、このほら、断面がもうほら、じわじわだから、凍ってないですよ。意外とお手軽かもね。最近はね、ほら、円安とかで、だいぶお野菜高くなってますから、冷凍野菜の出番ですよ。オリーブオイルを引いたフライパンで、エリンギも焼いていきます。そのままのフライパンで中火でハンバーグを焼いていきます。さわやかさんはさ、お肉なんと炭火で焼いてるんですよ。いいなぁ、炭火。憧れてて、やりたいなとは思ってるんだけど、すごくめんどくさいのよ。炭食うところから始めなきゃいけないし。でもさ、炭火でさ、焼くと網の跡がお肉につくじゃない？あれめちゃくちゃ美味しそうだよね。ひっくり返します。うん、いい焼き色ですね。よいしょ。すごい転がってった。なかなかいいんじゃないでしょうか。両面に焼き目がついたら、火を弱火にして、お水を入れて、蒸し焼きにします。だいたい7分くらい蒸し焼きにします。7分経ちましたー。おー、すごーい。美味しそうだね。ふっくらしてる。肉汁たっぷりのフライパンで、タレを加熱します。爽やかといったらこの玉ねぎソースだっていう人もいるくらいらしいですね。レシピめちゃくちゃシンプルだけどめちゃくちゃ美味しかった。あと匂いいいんだよね。やっぱタレをたっぷりかけて完成しました。爽やか風げんこつハンバーグです。肉海山脈。この料理が食べたいと思ったらチャンネル登録よろしくね。付け合わせからいきましょう。このね、ご自慢のタレをたっぷりつけていただきます。野菜にもめっちゃ合う。野菜が美味しく食べられるソースは漏れなくお肉も美味しく食べられます。これシンプルだけど癖になる味だね。このタレでご飯いける。では待ちに待ったお肉いただきましょう。すごいね。ソースっていうかもう具だよねこれ。よしよし。うわあ、どっちゃりしてます。重い。ではいただきます。うまっ。バッチバチやー。食べ応えあるー。牛の荒々しさがこのジューシーなタレにぴったり。このままでももちろん美味しいけどちょっと硬いかも。海外の油の少ない牛ひき肉を使ったからね。このタレでちょっといいお肉を使ったらもっと最高に美味しいかもしれない。そんなわけで今日は爽やか風げんこつハンバーグを作ってみたんだけど、とにかくタレが最高に美味しい。げんこつハンバーグのずっしりした感じも楽しかったです。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。では次の動画でお会いしちゃうぞ。